はい、皆さんこんにちは、ギター歴40年ギブソン大好きおじさん北村雅彦です。いつも見ていただいてありがとうございます。左利き用のギターに挑戦するレフティーギター3ヶ月チャレンジ、今日の配信が3回目になりますけれども、練習を始めてから今日で5日目になるのかな、ぼちぼち最初の頃とはちょっと変わってきたなっていう雰囲気が出てきましたので、そのあたりを、練習の様子をまた見ていただきたいと思います。それでは練習3日目のビデオからどうぞ。今日は4月30日、木曜日、練習3日目とりあえずまずカッティングの、左手のカッティングの練習から。最初が G で、そこから C に行くときはこの上の2本の指はこうただスライドすればいいから、また G に戻ると、で Em はこの中指はそのままキープでいける。で Bm のシンプルコードも中指キープでいける。で次は薬指をキープして Am にいける。この辺まではこうコードが D に行くときに全部離してこう D の形に持っていかなきゃいけないという、これが最初の さあ、こんな感じでですね、練習スタートしてから3日目とそれから4日目ということで、まあ、ちょっとずつこう積み重ねてきているんですけれども、じゃあ実際今の課題曲中島みゆきさんの糸がですね、どんな感じに今なっているのかというのを最後にちょっとだけ見ていただきたいと思います。ですね、この動画を撮ったのがちょっと夜になっていたんで、時間帯がですね、時間が夜になっていたんで、まあ、うちはマンションなんで、あまり大きな音出せないんで夜になると。なのでこうギターには弱音器をつけて、で歌の方もちょっと鼻歌な感じでですね、フルでバッと歌うっていうのではないんですけれども、まあまあ雰囲気はなんとなく見ていただけるかなということで、最後にそれを動画を見てください。どうぞ。
さんいかがだったでしょうか。練習4日目にして、ね、こんな感じということで、もちろんまだまだ超初心者レベルですけれども、できることが毎日ちょっとずつ増えていってるという一番最初の動画でお話ししましたけれども、昨日できなかったことが今日ちょっとできたと、そして明日はまたもうちょっとできるんじゃないかというその感じがですね、自分の中でこう今すごく楽しいなと思いながら、やっております。まあこれからどんな風になっていくかですね、また楽しみに見ていただけたらと思います。それじゃあ最後にですね、ちょっとお便りといいますか、こちらの動画、まあ、YouTube で、公開して、それから Twitter とか Facebook とかそういうところでもリンクを貼って、皆さんにお知らせしてるんですけれども、これは Facebook の方でですね、ちょっとコメントが、来まして、北村さん、良いチャレンジをしますね。それなりの元手をかけているところがまた素晴らしいと思いますと、まあ、こんな、コメントをつけて、いただいた方がいるんですけれども、元手というのは多分このマーチンとギターのことを、言ってるんだと思いますが、ごめんなさい、これすいません、自分で買ったものじゃないんです。お友達から書いてます。山下くんというね、左利きのギタリストの友達がおりまして、彼すごくいいギターいっぱい持ってるんですよ。それでまあちょっと1本ぐらい一番安いのでいいんで、本当にもう中学生ぐらいの頃に使ってた2万円とかのギターでいいんで、1本ぐらいなんかほとんど弾かないやつあったら貸してって、今回これやるにあたってですね、そんな感じで頼んだら、マーチン弾いてないのあるからいいよって言ってこれが出てきたというね。もうマーチンです、ほらマーチン。いやーもう本当に山下くんありがとう。もうおかげさまでこの初心者の超初心者のこんなところから、マーチンギターで練習を始めることができたという、素晴らしい経験をさせてもらっております。まあ何度も言ってますように、僕はギブソン大好きで、自分が持っているギターは右利き用のギターはね、もうギブソンばっかりなんですけれども、でギブソンが好きな人っていうのは大抵ですね、マーチンのことあまり心よく思ってないことが多いんですね。巨人と阪神みたいな関係で、巨人ファンはまあ阪神のことってことを思ってないんですけど、阪神ファンはねどちらかというとやっぱり自然にアンチ巨人という感じで、まあ、ギブソンファンもやっぱりね自然にマーチンのことはちょっとどうかなみたいな目で見てる人が多いんですけれども、で僕もまあ右利きの時は割とそんな感じがあるんですけれども、左利きの僕はね、いやマーチンいいなっていうのでこうやっておりますので、そんな感じで進めていけたらなと思っております。はい、じゃあ今日はこんな感じでございます。また次回からも、お楽しみに見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録などもよろしくお願いします。それからそう YouTube とか、Twitter とかでコメントいただけたら、また、コメントとかご意見とか質問とかありましたら、そういうのも、動画の中で、できる範囲で、お答えなどつけていきたいと思いますので、そういったこともよろしくお願いいたします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。さよなら。